こんにちは、ジェトロボグタ事務所の豊田と申します。コロンビアの住生活を知るためのポイントについてごく短時間ですがいくつかご紹介したいと思います。コロンビアは太平洋、大西洋という両洋に面しており、国土の西側を3本のアンデス山脈が貫いていて、東側には熱帯の平地が広がる、そういった形をしています。面積は日本の約3倍、人口は約5000万人で、南米ではブラジルに次ぐ人口となっています。首都ボゴタは人口800万人を抱える大都市で、ボゴタを含む3大都市としてメデジン、カリがありますが、これらはいずれも200万人台の人口を持っています。この3大都市はいずれも高台にあり、ボゴタの標高は2600メートルです。これらのほか、カリブ海に面したカルタヘナ、バランキージャ、サンタマルタなどの主要都市もあり、これらは欧米からのリゾート客も多い港町となっています。2019年のデータですが、実質 GDP 成長率は 3.3%、 1人当たりは5500ドルです。また消費者物価上昇率は 3.8% で、これらを見ても1人当たりの GDP はメキシコやブラジルに及ばないものの、非常に安定した経済を持つ国ということができます。失業率はコロナ前までは 10% 前後を続けていました。まず居住環境から見てまいりましょう。こちらをご覧いただいてお分かりのように、コロンビアでは新築住宅の価格は過去16年で約2倍に上昇しています。三大都市の中でも首都ボゴタ市の価格上昇が大きいところが見て取れます。右側はボゴタのマンションの賃貸価格です。いずれも北東部のマンション賃貸価格を示していますが、ロサレスは日系企業の拠点からも近い高級住宅街と言えます。セドリトスはオフィス街からは少し離れていますが、北部の中級から高級の住宅街です。コロンビアの都市部はエストラットという社会経済階層制度により、地区ごとに1から6に分配されており、公共料金の負担額に差が設けられているのが特徴です。各種サービス、商品の価格についてはこちらをご参照ください。ガソリンは1ガロンが240円、1リットルに直すと約63円ということになります。ウーバーは5キロで232円。バスは1回73円です。インターネットは一般的な通信速度 100MB の契約で1ヶ月3738円となっています。移動交通手段を見てみましょう。首都ボゴタでは地下鉄などの大量効率的な輸送網がなく、市内移動は自家用車以外では道路を走るこのようなバスやタクシーに頼ることになります。このため、渋滞が非常に大きな都市問題となっており、渋滞する時間帯はナンバープレートによる通行規制ピコイプラカが導入されています。ただし2025年にはここにあるようなメトロシステムが開通予定なので、ボゴタ市内の移動に関する状況は大きく変わることでしょう。なお、ウーバーなどライドシェアについてはこのように選択肢は多くなっています。一方、同じコロンビアでも第二の都市メデジンでは大きく状況が異なります。メデジンでは鉄道のほか路面電車、さらにロープウェイ網までが整備されており、大変先進的な都市交通網を持っています。移動手段といえば、最近急速に普及したのがこのシェアサイクルです。都市部であれば自転車、キックボードのレンタルがアプリから利用可能です。また特にボゴタ市では交通渋滞が問題となっていることから、自転車専用レーンがあちこちに設けられたほか、日曜は幹線道路の多くが自転車専用に変わります。コロナをきっかけにボゴタ市も自転車の利用を強力に推進しています。趣味や余暇についてご説明いたします。ショッピングモールがここ数年があちこちにオープンしており、ショッピングのほか映画、飲食といったレジャーの拠点ともなっています。写真はボゴタ市のチャピネロ地区にあるショッピングセンターアンディーノですが、欧州系のブランドショップや最先端のレストランも並ぶこの周辺はソナロッサと呼ばれている流行発信地的なエリアです。旅行関連については、コロンビア国内ではカリブ海、山岳地域、熱帯地域など選択肢は多く、また国内の治安の大幅な改善もあり、関連産業自体が大きく伸びました。世界遺産はカルタヘナの港を要塞歴史的建造物群、コーヒー産地の文化的景観など9件が登録されています。先ほどの画面でも紹介いたしましたが、サイクリングが非常に盛んです。余談ですが、2019年のツールドフランスで総合優勝したのはコロンビア人のエガン・ベルナルで、この時は全国民が熱狂したと言えます。それほどコロンビア人は自転車が好きです。
最後にコロンビア人向けのサービスについていくつかコメントしたいと思います。まず、信頼できるパートナーの存在はどの産業においても不可欠であると言えるでしょう。特にコロンビアでは人間関係がウェットだと言われていますが、個人的な信頼関係が大変重視されます。コロンビアは平均年齢が33歳と若く、若い人が活躍する姿が印象に残ると思います。若者社会をターゲットしたサービスは有望と言えるでしょう。また若者といえば SNS、また e コマース、これらとの親和性についても外せません。コロンビアはまだまだ貧富の差が激しいですが、非常に安定した経済成長を遂げてきており、厚い中間層が形成されている最中です。先進国型のサービスもいずれ視野に入れることができると思われます。ネットフリックスなどの普及もあり、他の中南米諸国と同様、ここでも日本のコンテンツには馴染みがあります。またオレンジ経済と称して、国を挙げてコンテンツ産業に力を入れています。各種の運転制度が設けられ、関連産業の事業環境は非常に良い状況です。コロンビア企業との新たな協業の可能性が高まっていることは間違いありません。先ほどサイクリングの例を挙げましたが、スポーツ関連で新たな商品やサービスを展開するのも有望と思われます。そしてここには治安や教育格差など多くの社会課題があります。これらの解決につながる日本の商品やサービスをぜひ提案していただきたいと思います。以上、何かのご参考になれば大変幸いです。説明を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。